こんにちは、皆さん、高橋団です。なんでこんな元気な顔してるの？株式相場暴落しているじゃん。はい、そうですね、日経平均はこの3日間で、なんと、6.9% ぐらいの暴落をしています。はい、今、質問いっぱい何千も受けています。まあ、コメントでも、時々メールでも。ダン、これは去年のコロナショックと同じことが起こると思うのか？この暴落のスピードを見ると、たった3日で 7% 近く、すごいスピードですね。で、去年の動きでものすごく痛みを受けた人たちは大勢、世界中にいると思います。日本の株でもいると思います。日本の人たちもいっぱいいると思います。なので、その質問を答えていきたいと思います。それだけではなく、今は日本の銘柄でどこに注目するべきなのか、投資続けていいのか、こんな暴落が続けているとき、特に僕が皆さんにお勧めしてきた、この鉄道株とか航空とかでエネルギー株で本当に大丈夫なのだ、銀行株、はい、そこのアップデート。それと、最後に、今は日経平均、どこまで下がると思うのか、そこのアップデートも全部含めて、皆さんがどういうふうに日本の株式市場に対して、お金を守れるのか、それとお金を稼げるのか、アップデートしていきたいと思います。今日はとても忙しいです。はい、予定いろいろキャンセルして、今日は YouTube だけに集中をしています。新しい商社の皆さん、僕は元ウォール街のトレーダーです。ヘッジファンドの人です。なので、ぜひ皆さん詳しくは概要欄の方をご覧ください。ぜひ皆さん、これからもチャンネル登録といいねボタンと、ぜひ皆さん3回いっちゃった、これを、通知ボタンというのが登録ボタンの横にあるので、そこもご覧ください。現地で今は日本時間では午後の6時19分です。5月13日。すごい動き。まず見ていきたいのは、いろんな銘柄とテクニカル的に見てみましょう。この圧力、続くのか、本当に去年みたいな動きなのか、どう違うのか、どう似てるのか、どう似ていないのか、それとその後に、どの銘柄に今集中するべきなのか。で、最後にもっと重要なのが、今どうやってお金を守るのか。こんな時に、はい、そうですね。この、もしかしてバブル崩壊っていう時に、本当に日本株に投資していいのか。1年、そうですね。1年3ヶ月、1年2ヶ月、ずっと上がってきた株価。やっとこれバブルが弾けたかもしれない時に、本当に日本株を投資していいのか。その順序で、今日も解説を進めていきたいと思います。まず相場を見て、まずは客観的に日経平均のチャートから見ていきたいと思います。 7% の下がり、すごいですね。ものすごい下がりです。これは50日移動平均オレンジをぶち破って、青の100日もぶち破って、ですごいスピードで下がっています。これ発生点と言われているのが、いろんな新聞を見るとアメリカのインフレ率が高かった、すごい警戒感を持っている、こういう新聞の記事が多いです。今日発表されたのはアメリカの物価指数ですね。4月時点でアメリカの CPI 消費者物価指数が 4.2% の上昇をしました。これは2008年の9月以来一番高い上昇率です。ものすごく高いです。で、インフレが高くなるほど、こちらは中央銀行 FRB に金利上げ、それとも今までしてきた金融緩和の縮小、引き締めをしなくちゃいけないプレッシャーをつけてしまう。今まで上がってきたこの株式相場、コロナ、ポストコロナの世界はほとんど中央銀行が追い風ですね。これに急にブレーキをかけてしまう理由がもしかして出てしまった、こういう警戒感が出てます。しかし誤解してほしくないことは、まずインフレが上がった理由は、一番上昇したのがガソリン、石油、輸送。ほとんどこの数字を見ると、インフレの発生点はこれは供給問題です。需要性が高いわけではなく供給問題。インフレは大体2つに分かれてますね。供給が少なすぎる、だから物価が上がってしまう。それと需要性が高い。経済が強い。みんな物を買っている。今回は供給が少ないからです。
なので、これは経済が強いわけではない。FRB もちゃんと認識してます。はい、今日、特に、パウエル総裁ではなく副総裁ですね、クラヴィダさんの、発言を見ると、これは一時的だよってちゃんと言っています。しかも、この 4.2% 上昇、前回あった時が2008年の9月です。これちょうどリーマン危機の時ですね。はい、覚えてます。僕もちょうどリーマンの100メートルぐらい範囲で動いて、働いてました。その時に 4.2% なんで上がってたの？同じです。同じとは言えないけど、経済が下がってる時にインフレも時々あります。だからといって中央銀行は急に引き締めをするわけはないと思います。しかし、一応その面でも、この時からずっとアメリカ相場は2009年の3月まで下がり続けていました。なので、まあ、金利上げは多分ないかも。でも株式相場は下がるかもしれません。こういうような背景を頭の中に入れておいてほしいと思います。次にチャート、それとテクニカル的に見ていきましょう。どれぐらいの売り圧力があるのか。日経平均のチャートを見て、今日のチャート、そうですね、次のレベル、来ます。大きなレベルなので、次のレベルがおそらく、ここぐらいかな。26,860 ぐらいまでです。まだここまで下がる余地はあるかもしれません。RSI もこれはぐん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 階段のように下がってますね。階段ように下がっているということは、中期的にも今は下がる傾向が続いています。MACD も見ると、これはクロスがしてますね。この2つの指数関数平均。詳しくはぜひ皆さん、MACD とか RSI のビデオを僕のチャンネルのホームページで検索してみてください。ボリンジャーバンドも見ると、2日続けてぶち破ってしまった。これも確かに怖いことは怖いというか、もしかしてこれは過小評価じゃないかという考えも少なくはないと思います。僕も最初こう考えてたんですけど、まあ2日続けてぶち破るのは確かにあまりないですね。ここは1日だけ。で、またボリンジャーバンドの幅に戻りました。ここも1日だけです。でも、コロナショックの時は1、2、3もありました。はい。ちょうどコロナショックの初めのあたり。で、ここの方でも1、2話ぐらいありました。なので、まあ、確かに3日連続というのはあまりないと思いますので、明日もしかして少しは安定はあるかもだけど、別に自信持って言えないと思います。はい。日本株は短期的には過小評価だと思います。だからといって、ここで買うというのも警戒感を少し持ちます。で、もう少しテクニカル分析を続けていきたいと思います。特に僕が集中してみるのは ETF では日経平均の一番大きな ETF、1320、こちらの方を見ると、こちらの売り圧力も見たいと思います。日経平均、この3日間めちゃくちゃ売られていて、このボリュームですね。高いことは高い。だけど、まあ今のところ毎日株の取引の数が100万ぐらいですね。コロナショックの時は、これは 50% ぐらい言ってました。150とか時々言ってました。なので売り圧力は確かに高いけど、まだ、こういうようなクラッシュにはなってないですね。確かはコロナ危機の時の始まりの時は、これほど、まあそれほどなかったですね。なのでまあもう少しこれは見るべきだと思いますけど、今のところ見ると多分同じ状況じゃないかなとは思っています。トピックスの方も見ると同じぐらいですね。今のボリュームは確かに高いけど、まだコロナショックのボリュームにはたどり着いてない。でマザーズの方も同じですね。ボリューム高いけど、まあこっちの方はちょっと違うね。高いけど今日の大統領選挙のボリュームよりはまだ低い。いろいろ見ると、今は確かに暴落、確かに怖い。もしかして今のバブル崩壊とも言えるかもしれませんけど、コロナショックと同じような売り圧力にはあまり見えていません。もう少しアナリシスを続けたいと思います。特に銘柄的に今は何がすごく売られているのか。銘柄的に見てると、そうだね。まあ、ホンダはこの頃いいんだね。今日の自動車株はそれほどよく悪くなかったんですね。ホンダ、トヨタ大丈夫だった。
銀行株もね若干今日上がっていた。銀行株はこの2日3日そんな下がってない理由は、今は米国債金利が上がってるんですね。こういうインフレの数字が出ると、もしかして未来にインフレが出る、なので債券は下がるんです。皆さん今日の債券のビデオ見てください。初心者向けにもちゃんと説明してます、債券の種類と、なぜインフレが出るとこれは債券に対して売られてしまうのか。債券が売られるとイールドが高くなる、金利が上がると銀行株は利ざやが上がる、なので銀行株に対してこれは実は有利な状況なので、銀行株はまだ投資を続けていいと思います。他の株価を見ると、そうですね、航空株、あ、これ航空株じゃないですね、あ、航空株ですね、すみません、航空株少し危なくは見える、短期的に。しかし売り圧力がすごく強いとは思いませんね。今のボリュームはかなり低いと思います。他に僕が見ていた鉄道株同じですね、売り圧力はあんまりないです。今のところ売られているけど、すっごく強く売られているわけではないと思います。はい、野村も今ベースを作ってますね。アルケゴスでバーって売られて、僕もビデオを出したのが2、3週間、あ、4週間ぐらい前かな。買うべきだと思います、まだ長期的。なぜかというと、もう全部処理されています。なのでそれぞれ僕が注目している銘柄を見ると、それほど今パニックする必要性は今はないかなとは思っています。はい、 OK、 これを全部聞いて最後にどうするべきなのか、皆さんに具体的なアドバイスを言いたいと思います。どういうふうにお金を守るだけではなく、どういうふうにお金を作るのか、いつもこういうふうに考えなくちゃいけないんですね。ディフェンスとオフェンスです。投資はいつもそうです。自分のお金を守りながら作る機会を見つける、これがとても重要だと思います。いつものように皆さん、投資は自己責任で自己判断で行ってください。はい、僕も運よくこの1年間でいろいろなフォロワーとユニークビューアーがすごく上がってきました。はい、とても嬉しいです。日本に帰ってきてとてもやる気が出て、自分でも生きがいを見つけたようにします。実は来週から僕はテレ東のモーサテというとても有名なテレビショーの、レギュラーになります。はい、でももちろん YouTube が一番の、僕は大切で優先にしてます。はい、なのでぜひ皆さんそこも、心配しないで、いろんなテレビのオファーは来てますけども、全部ほとんど全部ノーって言っていて、 YouTube に集中して、それともこの新しいアプリをこの夏に発表します。みんなどこの誰でも、なのでその2つに今集中をしてます。はい、話がちょっとずれてしまいました。長期積立投資、日本の株、どこの株、こんな怖い時に投資は続けたくないと思う人たちもいるかもしれませんけど、投資は続けてください。株は時々下がったり時々上がったり、波はいつもあります。時々は恐怖が出る、時々は強欲が出る、時々は自信満々、時々は自信をなくして、これが人生、これが投資です。自分の貯蓄として考えてください。貯蓄の種類は現金だけではないんです。安全なのは国債も時々安全。今日の国債のビデオ、今日の債券のビデオを見てください。アップデートをしています。経済が上がっているとき、株だけではなく社債もあります。なのでぜひ皆さん、今日の社債のビデオ、債券のビデオも見てください。この中にももちろん日本株、アメリカ株、いろんなものを含めるべきで、僕は今まで長期投資としておすすめしてきたこの銀行株とか、まあ、鉄道株で、まあそうですね、航空株、この数週間の間少しずつポジションを削ってきました。で、皆さんにも報道してきました。だけどまだ長期的にこれ投資続けるべきだと思います。コロナは終わると思います。で、日本は特に割安、なぜかというとワクチンの配布、ワクチンの拡大が遅れているから、だからこそまだ割安だと思うので、こちらは投資を続けるべきだと思います。はい、でもちろんコモディティ、仮想通貨もいろいろと多様性しながらですけど、今は長期投資で全部下がってるではないか。特に多分このビデオを見ているほとんどの皆さんは日本株に対しての割合が多分多いと思いますね。いくら僕が多様性多様性多様性と言っても、
多分、まあ、日本株に集中している人たちが多いと思います。こういう時は長期のあなたの老後資金の口座では投資を続けるすごく重要です。こういう痛い時にはもう投資やだ全部切ってもう寝ちゃうこれはダメです。投資を続けてください。投資は長期的に考えるべきですね。長期的にずっと貯蓄を貯めていく。長期している人と、すみません、投資をしている人と投資してない人、同じ給与でも老後資金の時は何倍も何倍も投資をしている人の方が老後資金の方が多いです。長期口座では投資を続けて、短期の方では今はヘッジに集中、ヘッジというのは空売りに集中するべきだと思います。はい、空売り怖い、わからない、信用と、これは何、信用、口座を作らなくちゃいけない、これですごい壁を作ってる人たちが多いと思うけど必要です。こういうようなもしかして危機が起きるとき、もしかして下がりがあるときはないともっと危険です。空売りをしない方がもっと危険なので、ぜひ皆さんそこも検討をしてください。で、僕は今のところおすすめは日本株、今かなり下がってますね。で、日経平均で空売りをするよりもっといい候補者はあると思います。日本株を持ってるから、あ、これは日本株を売らなくちゃいけないと思う人たちが多いと思います。だけど今日本株、特に日経平均の大きな発生点はアメリカ株の、特にここを見ると半導体関連が多いと思います。日経平均の相関係数を今半導体の ETF 指数と比べると、今実は一番高いんです。他の時、今それほど高いんですけど、ないんだけど、他の指数と比べると一番高いんです。なので今はアメリカの相場を見ながら日本の相場は一緒に動くと思います。なので日本の相場、日経平均を空売りするより、トピックス関連、日経平均の ETF を空売りするよりは、僕はやっぱりアメリカの相場、特にニューヨークダウに集中して空売りした方がいいと思います。なんかちょっとよくわかんないけど、こちらの方で日本株を持っているなのに、なんで短期投資でアメリカ株を売るの？一緒に関連するからで、一緒に動いているからです。で、アメリカの株、特にダウジョーンズの方はもっと売る圧力が、売り圧力が残っていると思います。日本株と比べて、日本株、アメリカ株、今全部少し危なく見えると思います。しかし投資というのはいつも比べなくちゃいけないもの。なので今僕のアドバイスは、そうですね、日本株バブル崩壊、パニックするべきじゃないと思う。多分この数日間で少しは安定はあると思います。日経平均もおそらく安定はまだあると思う。相場も少しこのインフレニュースをちゃんと飲み込んで吸収してから多分理解すると思います。あ、これ一応それほど大きくない、一時的なことだ、はい、インフレが上がりました。で、こういう時は冷静的に相場を見て、で、何で保険するかを取ると思ったら一番まだ高いもの、僕はまだここはアメリカの相場でダウジョーンズだと思います。ダウジョーンズはまだ50日同平均にたどり着いていません。 SP500、ナスダック、ラッセル、それと日経平均もちろん、それとトピックス、マザーズ、全部これはもうこの全部ぶち破ってますね。マザーズはものすごく売られてます。はい。なので、空売りはダウに集中するべきだと思います。で、下落するナイフはできるだけ今はピックアップしない方がいいと思います。確かにマザーズを見ると僕も買いたくはなりますね。特に今は去年の6月時点の価格まで戻ってしまいました。すごいでかい価格です。しかも RSI を見ると今はすごい割安に見える、20までかかってしまった。しかしまあ一応そうですね、去年のコロナショックは19とかも言っていましたので、もう少し下がれることはできます。とても買いたいことは買いたい、だけど下落ナイフはあんまり買うべきではないと思う。もし買うとしたらこれはちゃんとペアトレードをするべきですね。例えばマザーズの ETF を買ってトピックスを売る、それともマザーズの方を買ってそれとダウジョーンズを売る、同じ金額でやる、ヘッジする、こういうヘッジ戦略というのが特にボラティリティが高い時に
もう少し経験を持っている人たちは実行する戦略だと思います。はい。なので、もしの皆さん、これは ETF でも CFD でもいろんなやり方があります。僕が長年使っている一つの CFD の会社、証券会社は下の方です。そちらの英語の、ウェブサイトのポジションを見ると、日経平均はまだ 69% ロング。なので、まあ、特に海外の人たちは日本株に対して売り圧力もまだ残っているかもしれないので、そこも気をつけるべきだとは思っています。今日も皆さんありがとうございます。皆さん、これからもチャンネル登録といいねボタンと、ぜひ皆さん通知ボタン、登録ボタンの横の通知ボタンも皆さんぜひ押してください。はい、来週は、ぜひテレ東もぜひ皆さん見たければもうさても見てください。これからレギュラーとして、話しますけど、もちろん YouTube が優先なので、ぜひ皆さん心配をしないでください。これからも皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。